今日は10月20日ですね。アクアパークの1年間のパスがそろそろ切れるので、元を取ろうと何回か来ようかなっていうか、まあ1回しか来ないかもしれないですけど、今日来ました。クラゴンベの方ですかね、これは。すごい。あ、なんかの上に乗っかってたんじゃないですか。あれ面白い。重たいね、消化しつつ。かわいい。あと椅子にてるし。動きません。すごいな、置物みたいですね。チェッカードパーチレットはここにいますね。すごいこれ。はい、次はマツカサウアスキップ。サイケデリックフィッシュを取りましょう。まだ新しい展示になってなかったのが残念ですね。11月に変わるかな。あれ、サイケデリックフィッシュ数が減ってないか。数が減ってるような気がしますね。大丈夫でしょうか。前5匹ぐらいいたような気がするんですが、なんか今3匹ぐらいですか。あ、あそこに1匹ですよ。こっち、あ、いた、上にいた、上にいたりしました。はい、大丈夫です。数は減ってないようです。これはハコフグですね。まあ、この間と内容は変わっていないのでちょっと残念でございますね。11月に変わってくることを望みます。模様竹うつぼだっけ。あ、模様竹うつぼ。どうも模様竹うつぼはパッとしませんね、やっぱり。まあ、もう一回縦島巾着台を見に行きましょう。はい、縦島巾着台です。同じ答えかな。縦島巾着台の模様は一月でちょっと変わったんでしょうか。左側と右側があるから、左側と右側とかもすいません。まあ、この5センチぐらい成長する間にだいぶ模様が変わるわけですね。あれ、向こうに入っていっちゃった。だいぶ模様が変わるわけですね。そこに行きましょう。ああ、真正面から見るとこんな模様なんだ。
まあ島もメジャーな線とマイナーな線がありますね。メジャーが強いところなんですね。なるほど。まあちょっと同じじゃないだからな。歯医者さんです。ここは歯医者さんでございます。これは縦砂噴着台ですよね。やべ、これがなんか映ってる。縦砂噴着台、こんな感じなんですね。面白い。奥に行っちゃった奥行っちゃった、出てこねえから。奥に行ってしまいました。あ、出てきた出てきた。こんな感じなんだ。フェーズトランジションですね。なんでこう撮ってたら出てこねえか。下側が青くて上側が黄色い。すごい。はい、いいですかね。オレンジトードフィッシュかな。素手で捕まれそうじゃない。あれ、脱になってる。早いのかな。脱になってます。あ、違う、ヘラヤガラかなんかかな。赤ヤガラか。赤ヤガラ、ヘラヤガラだ。ヘラヤガラになってます。時々魚が補充されるんですね。ちょっと元気ないですね、このヘラヤガラ。トードフィッシュ。まあいいや、とりあえず新しいのが見られました。元気ないですけど、これヘラヤガラ随分大きくて1メートルぐらいになるのかな。1メートルはいかないかな。かなり大きくなると思うんで、これはまだ子供ですね。まあ他の魚も子供多いんだと思いますけど、ヘラヤガラでございます。一応オレンジトードフィッシュも取っておきましょう。あれ見える。あそこの奥にいるんですけど、鏡に映った人としか見えないですね。はい、パロットファイヤー。ファイヤーがどこから来たんだかよくわかんないやつですね。スクリットだそうです。金魚じゃないですね。金魚ではありません。カラシンでもありません。何見ようか。トゲダルマガレイでも見ますか。あれ、旗立ててないですね。今日は立ててないです。あ、ダルマガレーだそうです。なんだあの、なんだあれ、え、何あんなになってる。トゲダルマガレー。あれ、こっちはトゲないの。あ、映ってなかった。え、なんであっちだけトゲがあるんですよ。え、こっちは立ってない。こっちはトゲを立ててないんですかね。何なんだ、なんでこっちだけあれなんだ。面白い。ダルマガレー分かるか。これ初めて見ましたね。ホウボウは歩いてくれるんでしょうか。君たち今日は歩きなさいよ。歩かないですね。
海天狗は、あ、海天狗は巨大化した。海天狗が巨大化したということは、あれ海天狗じゃないんだ、これはポルカドットバットフィッシュ、なんか名前聞いたことあるな。ということは海天狗が多分亡くなられたということですね。あれ今映ってなかったかな。海天狗さんはお亡くなりになったようでございます。あ、こんなところに、こんなところに帰るわ、ごめん。海天狗がお亡くなりになったようでございますね。カエルアンコウさん、チラチラしてないかな。ご冥福をお祈りいたします。あそこにカエルアンコウがいるんですけど、カエルアンコウがいるんですけど、カエルアンコがいるんですが、どの角度で撮れば映るの。このここにカエルアンコがいるんですけど、暗いしこっちでも、このポルカドットバットフィッシュでも撮ります。海天狗の代役です。この間これも黒いの2匹だったんじゃないかな。この間黒いの2匹だったと思いますけど、ポルカドットバットフィッシュの、名前を覚えますよ。まあ英語そのままですね。英語の読みをそのまま。歩いてます、歩いています。方向は歩かなかったけど、ポルカドットバットフィッシュ歩いています。面白い。カエルアンコはチロチロしてくれないですね。これは何でしょう。これは、あ、カエルアンコですね。カエルアンコはどこにいるのかな。これは何これ。あ、海天狗がいる。海天狗がいますね。海天狗餌が何だか分かんないで死んじゃうんです。これが天狗か。こんな感じ。はい。昔静岡にいた時に海天狗見に行ったら、もう飼育員さんに死んでしまいましたと言われて、見れなかった海天狗がいます。ピントが合わない。うわー、海天狗初めて見た。ちゃんと餌食べてるでしょうか、この水族館では。大丈夫でしょうか。確か淡島マリンパークでですね、テレビで海天狗がいますっていうので、わざわざ行ったらもう死んじゃったんですよ。あ、こっちがカエルアンコ。はい、海天狗です。こっち違うの。あーと、明太子が9番。相変わらずこの服が全然中に入ってばっかりで外出てこないですね。暗い上に外に出てこないという、ダブルで醜い服ですね。醜いっていうのはアグリーということじゃなくて、見やすい醜いの醜いですね。こっちから行けるよ。こっちから行く。ポルカドットバットフィッシュ。次はカフェだっけ。カフェが先だっけ。カフェが先か。カフェは変わらないからな、いつもだいたい。あ、この魚が変わるの。ちょっと。なんとかゴンベがここにいるんですね。